聞くトリビア雑学クイズセレクションボリューム1これから一問一答形式のクイズを100問出題します出題後5秒間のシンキングタイムを挟み正解を発表します出題は大橋敏夫ですそれでは始めます問題 1950年代後半に流行したフラフープのフラは何の略でしょう正解はフラダンス問題上が 200mmHg 下が 200mmHg ほどと地球上で最も血圧が高い動物は何でしょう 正解はキリン問題発売前の名前をチョコテックといった江崎グリコのお菓子は何でしょう正解はポッキー問題いやらしい人を指す言葉 H これは「 何という言葉の頭文字でしょう正解は変態問題長崎県で靴下に開いた穴から親指が見えている状態を何というでしょう正解はじゃがいも 問題ジーンズの右ポケットにあるさらに小さいポケットは何を入れるために作られたものでしょう正解は時計問題明治27年国産初の扇風機が発売されましたそれについていた変わったものとは何でしょう 正解は「電球」問題スペインサグラダ・ファミリア協会の建築にあたり主任彫刻家を務めているのはどこの国の人でしょう正解は「日本」問題 アメリカの車は左ハンドルですが、ある仕事用の車だけ、作業効率を高めるために右ハンドルになっています。それは何の仕事でしょう。正解は、郵便配達。問題1859年から12年間 アメリカとイギリスの間で起こった戦争のきっかけとなったのは、何の動物が射殺されたことによるものでしょう。正解は、豚。問題国を代表するスポーツ国技。さて、南米の国、チリの国技は何でしょう。 正解はロデオ問題かつてのペンネームは「月火水木金銅」と書いて「月日水木金銅」だった漫画家は誰でしょう正解は小田栄一郎問題 島根県益田市の岡田屋本店が発売する焼酎の原料となった薬味として使われる植物は何でしょう正解はわさび。問題。ブラジルの刑務所ではあることをすれば刑期が短くなりますがそれはどのようなことでしょう 正解は読書問題陸上競技の短距離走で行われるクラウチングスタートの形のヒントとなった動物は何でしょう正解はカンガルー問題インドで使われた距離の単位 ゴルータとは何が聞こえる範囲をもとにして作られたでしょう正解は牛の鳴き声問題かつて存在したお祓いの意味を込めて敵の生首を持って歩いたという習慣からできたとされる漢字は何でしょう 正解は、問題サンリオの機関誌「いちご新聞」創刊号の表紙に描かれていたキャラクターは何でしょう正解はスヌーピー問題2005年 YouTube に最初に投稿された動画は「 何の施設で撮影されたものでしょう正解は動物園。問題表面に鉛筆で狂人のみが描くことができるという一文が書き込まれている有名な絵画は何でしょう正解は 叫び問題梨の代表的品種20世紀梨の元となる苗が発見されたのはどんな場所でしょう正解はゴミ捨て場問題 二次元バーコードとしておなじみの QR コードを開発するにあたってヒントとなったゲームは何でしょう正解は問題博多ラーメンの麺のゆで具合でゆで時間が7秒から15秒ほどとバリ方よりも短いものを何というでしょう 正解は、針金。問題日本の都道府県で世帯当たりのアイスクリーム消費量が最も少ないのはどこでしょう正解は沖縄県問題心理学の世界で聞かれる、 コルロフォビアとは何に対して恐怖心を抱く症状のことでしょう正解はピエロ問題内臓を取り囲む膜が真っ黒であることから腹黒い人の例えにされる魚は何でしょう 正解は「さより」問題発売当時にパンダがブームだったことから「ランラン」と「カンカン」という名前が候補に挙がっていたゲームは何でしょう正解は「オセロ」問題京都府八幡市の 京阪電車、石清水八幡宮駅の駅前にある通りに名前を残す発明家は誰でしょう正解は、エジソン。問題鳥のカナリアやカナリア諸島の「カナリア」とはもともとラテン語で何の動物を意味する言葉でしょう 正解は犬問題キャンプで野生動物を近づかせないようにするためにキャンプグッズとして販売されているのはオオカミの何でしょう正解はおしっこ問題 ドラえもんの妹、ドラミちゃんの本職は何でしょう。正解は、大学教授。問題。ドイツのノイゼル修道院醸造所がこの度粉末化したものを発売したお酒は何でしょう。正解は、ビール。 問題。ノートの一種大学ノートの名前の由来となった大学とはどこでしょう正解は東京大学。問題仏教から生まれた四字熟語六根症状が由来とされる疲れた体を動かすときに言う掛け声は何でしょう 正解はどっこいしょ問題ポパイをゲームに使う予定が反見の都合で使用できなかったため代わりに生み出されたというエピソードを持つ人気キャラクターは何でしょう正解はマリオ問題 問題人工衛星の太陽光発電用パネルの折りたたみ方はある日本古来のものにヒントを得て開発されましたがそれは何でしょう正解は折り紙問題大正2年結成の宝塚歌劇団の第1回公演で演じられた ドンブラコの原作である昔話は何でしょう正解は桃太郎問題2004年演歌作品として17年ぶりのオリコン週間シングル売上ランキング1位を獲得した曲をリリースしたグループは何でしょう 正解は「患ジャニエイト」問題古代エジプトでは虫よけとして使われていた女性用の化粧品は何でしょう正解はアイシャドウ問題即席ラーーメン、カップヌードルで、 1972年に発売された初めての別バリエーションの味は何でしょう正解はテンソバ問題1908年のロンドン夏季オリンピックで初めて行われ男子シングルスではスウェーデンのサルコーが金メダルを獲得した競技は何でしょう 正解はフィギュアスケート問題参議院の農林水産委員会で水の代わりに用意されている飲み物は何でしょう正解は牛乳問題高知で発売されている 特別純米種空と海の公母はある変わった場所で育てられましたがそれはどこでしょう正解は、宇宙。問題フィンランドでは猫の尻尾イタリアではカタツムリデンマークでは象の花の A と呼ばれるマークは何でしょう 正解はアットマーク。問題。2016年にガンビアで行われた大統領選挙の投票の際候補者別に用意されたドラム缶に入れて投票の意思を示したものは何でしょう正解はビー玉。 問題。物を数えるときに使われる漢字「せい」は江戸時代までは「何という字が使われていたでしょう正解は「玉」問題お正月に渡すお年玉でもともとお金の代わりに渡していたものは何でしょう 正解はおもち問題人では普通に使う人も多いメニーワンという会社が開発した犬猫用の商品とは何でしょう正解はコンタクトレンズ問題 韓国の料理店で使われる爪楊枝は環境のことを考えて何で作られているでしょう正解は、トウモロコシ。問題ことわざ「塵も積もれば山となる」を英語で言うと「多くの水滴が集まれば何になるでしょう?」。 正解はシャワー問題ゴルフクラブのカバーはもともとある日本人がゴルフクラブを傷つけないようかぶせていたものに由来しますがそれは何でしょう正解は靴下問題 人間には一つしかありませんがイカやタコには三つある内臓は何でしょう正解は心臓問題スティックタイプのキャンディーチュッパチャップスのロゴのデザインをした画家は誰でしょう正解は 問題ハゼの仲間チワラスボの尻から発見された新種の甲殻類に使われたあるキャラクターと同じ名前は何でしょう正解はおしりかじり虫問題 岡山市北区にある星神社という神社でご神体とされているものは何でしょう正解は、隕石。問題1927年1 1 8 2ルと世界で最も高く雪が積もった記録が生まれた日本の都道府県はどこでしょう 正解は滋賀県問題大リーガーヌートバー選手のパフォーマンスで話題となったペッパーミルを1874年に世界で初めて開発したフランスの企業はどこでしょう正解はプジョー。 問題日本で最初に作られたカレーのレシピに入れられた2種類の肉とは鶏肉と何の肉でしょう正解はカエル問題。アメリカの音楽賞賞グラミー賞を 2023年までに最多の32回受賞している人物は誰でしょう正解はビヨンセ問題演劇界に革命を起こすという意味を込めてフランス革命が起こった日と同じ7月14日に結成した劇団は何でしょう 正解は「劇団四季」問題「サハラ砂漠のサハラ」「ゴビ砂漠のゴビ」とはもともと何という意味の言葉でしょう正解は「砂漠」問題「東京大学医学部の 病理標本室に保存されている作家夏目漱石の体の一部はどこでしょう正解は、脳。問題大相撲の番付表に載る名前が非常に小さいことから呼ばれた序の口の力士の別名は何でしょう 正解は虫眼鏡問題2003年アメリカ・ユタ州のワシントン・テラス市の市長選挙で同票だった2人の候補が決戦のために使ったものは何でしょう正解はサイコロ。 問題現存する日本最古の噴水があるとされる日本の観光名所はどこでしょう正解は問題当初のタイトルを「海底2万マイルから来た大怪獣」といった映画は何でしょう 正解はゴジラ問題約束する時にやる指切りげんまんの「んまんとは何の略でしょう正解は玄骨一万回問題 テディーベアでおなじみのアメリカの企業シュタイフ社が1880年に世界で初めて売り出したぬいぐるみは何の動物のものでしょう正解は象、問題確率の計算を行うためにルーレットを考案したフランスの数学者哲学者は誰でしょう 正解は、パスカル。問題。1972年まで、沖縄に行くときに必要だったものは何でしょう。正解は、パスポート。問題。バスケットボールの神様、マイケル・ジョーダンが、 バスケ以外にプロとして活動していたスポーツは何でしょう正解は野球問題インドネシアのじゃんけんで3つの手が例えられているものは人・象と何でしょう 正解はアリ問題1994年アメリカで世界初の遺伝子組み換え作物として発売された野菜は何でしょう正解はトマト。マ問題 メリークリスマスのことをメリクリ明けましておめでとうのことを明けおめと略して最初に広めたとされるお笑いタレントは誰でしょう正解はところジョージ。ョー問題ダウンタウン浜田雅俊の「なんで二回言うねん」というツッコミを見てタイトルを決めたという 人気漫画は何でしょう正解は「ハンターハンター」問題おばあちゃんの原宿とも呼ばれる巣鴨にあるマクドナルドのメニューには「フライドポテトは何?」と書かれているでしょう正解は「 お芋問題ニュースポーツの「ヘリス」とはヘディングのみで行う何のスポーツでしょう正解は卓球問題アルファベット一文字で「Z」と最も短い地名として「 ギネス世界記録にも登録されたことがある日本の市はどこでしょう正解は、津市問題2001年日本で初めて五大ドームツアーを行ったグループは何でしょう正解はスマップ。 問題47都道府県中さまざまなランキングで平均的な結果を残すことが多いことから新商品のテスト販売が多く行われる都道府県はどこでしょう正解は静岡県問題安達みの漫画「タッチ」この「タッチは」は なんという言葉の略でしょう正解はバトンタッチ問題朝鮮半島で身分の高い人が集まる場所を指すよく焼肉屋の名前に使われている漢字一文字は何でしょう 正解は「円」問題電話での挨拶、もしもし」は何という言葉を略したものでしょう正解は「申します申します」問題アメリカのファッションブランドコーチが、 創業当時に製造していたスポーツ用品は何でしょう正解は野球のグローブ問題刑事裁判で裁判官が読む主文が被告人はから始まった場合その判決はほぼどのようになるでしょう 正解は無罪。問題1927年ウシガエルの餌としてアメリカから日本に輸入された生き物は何でしょう正解はアメリカザリガニ問題 1> 第1回芥川賞選考委員に「芥川賞をください」という内容の手紙を送った作家は誰でしょう。正解は、太宰治問題ミケランジェロの彫刻ダビデ像の瞳はどんな形をしているでしょう 正解はハート型。問題世界一高いチーズとされるピュールは何の父から作られるでしょう正解はロバ問題ハンガリーのリゲティが作曲した「 ポエム・サンフォニックの演奏で使われている楽器以外の道具は何でしょう正解はメトロノーム問題大正時代日本で初めてふりかけを作った吉丸末吉さんの職業は何だったでしょう 正解は薬剤師問題地球上で最も多く人を殺しているとされる生き物は何でしょう正解は蚊問題牧場に飼われている牛が 釘などを飲み込んでも胃を傷つけないようにするために飲み込まされているものは何でしょう正解は磁石問題大正三年に発売されたキャラメルは何の代用品というキャッチコピーで宣伝されていたでしょう 正解はタバコ。問題丸の中に×を描いた警察の地図記号この×が表しているものは交差した何でしょう正解は警棒問題 1830年代まで健康に良い,い成分が多く含まれているという理由から薬として特許が取られていた調味料は何でしょう正解は、ケチャップ。問題馬に乗ることを得意としたことから「街道一の馬乗り」と呼ばれた歴史上の人物は誰でしょう 正解は徳川家康。問題1958年日本で初めて製造されたプラモデルは何の乗り物のものだったでしょう正解は潜水艦問題沖縄の弦楽器 勘から三線で戦後初めて作られたときに使われた弦はもともと何の一部だったものでしょう正解は、パラシュート。問題日本人で初めて西洋式のがの告知を受けた人物は誰でしょう 正解は、岩倉智美。これで100問が終わりました。皆さんは何問正解できましたか、ぜひコメント欄にお書きください。出題は大橋敏夫でした。